昭和歌謡、ゲストの松坂さんです。松坂由紀です。どうもありがとうございました。今日は、はい、なんか、はい、モノマネいろいろやっていただいてなんか何しに来たかよく分からなかったこれがあれですよね、あの、はい、松山千春さん。そうですそうです、ねえ、はい、松山千春さん大好きで、ね、大好きです。もうなんかラジオとかもやられてるのを聞いてたり、昔父親が好きだったんで、よく車の中でかかってましたね。あ、そうですか、はい、じゃあね、はい、松坂さんで最後ね、はい、俺だなって言っていただけます？あ、わかりました、ね、はい、これね、あの僕の後輩のね、はい、あの岩井ジョニオっていうのがやってるやつなんですよ、はいはい、で僕はインタビューで、はい、で最後に言います、聞いたら俺だなって。わかりました、はいはい、松本さん、歌謡界には歌をいっぱい生まれた人いますよね、ま、いや美空ひばりさんとか五木ひろしさんとか、はい、でも一番上手いのは誰ですか？俺だなこれがね、ジョニオがやるんですよひばりも上手いな、五木も上手いな、みんな上手いけどな。でもやっぱ俺だな想像できますね。ね、いや本当に言ったみたいです。ああ、本当ですか、ええ、うん、そういうのがありまして、ね、あとはあれですよね、うん、あの井上陽水さん。いや、まあ本当に今日はね、本当にいろいろこうね、あの僕があの作詞をした歌は本当に歌ってありがとうございます。好きで、そう、他には誰ができるんですかあの、だから玉木浩二です。歌詞が多いんですね。そうですね、大体その歌い手の人が、まあ、好きで、自分が見てるうちに、なんかこうその人がこうちょっと入ってくるっていうか。そうなんですよ、はい、だから僕もそうですよね、そう、も大好きでね、やっぱり好きでずっと見てるとね、いつの間にかね、なんかね、もう入り込んでる。そうなんですよ、急にある時出てくるんですよね。そうなんですよあれ不思議ですよね。わかります、非常に、だから楽しかったです、はい、本当に。またゲストにぜひお願いいたします。ぜひお願いいたします。松坂さんでした。ありがとうございました。